皆さんこんにちは。今日は昨日と打って変わってとっても暖かい暑いぐらいのいいお天気になりましたね。昨日はねもう お仕事行く時も朝雪積もってて寒くて寒くてもう体温も35度も上がんなくって参っちゃいましたよ。ね、今週はかなり暑くなるみたいなのでもうあれですよね、春物というかもう春夏物着たくなりますよね。私ちょっと今日イオンに行ってきたんですけども、イオンでこの黒いリネンのワンピースを見つけてちょっと着てみたらばもうなんだかすごく気に入っちゃいまして、すごくいいリネンの素材で全然チクチクしないし、こう着てみるとストーンってこうね落ち感があってとっても風合いがよくってね、一目惚れしてこっちのワンピースを買ってしまいました。まあ土日働いたからいいかなと思って買っちゃいましたけども、で帰ってきてこの朝モスモスで買ってたこのね裾レースの白パンツと、あとこちらのリーズンシーズンさんのリンネルに掲載されてたベスト、こちら買ってたので合わせてみましたらばとっても可愛い感じのコーディネートに仕上がったので、もう今ね大満足で動画を回しております。可愛いですよね。春に黒を着るのもなんかかっこよくていいかなって。ピンクもとっても大好きなんですけども黒もいいなと思いました。この前サマンサモスモスで買ったギンガムチェックのワンピースにやって合わせてきても可愛いです。今日はこのギンガムチェックのワンピースをお出かけしたので、それでこの黒のねワンピースを重ねてきてとっても具合が良かったので買ってしまっただけでございます。かわいいよね。黒いいですね。初めてかもしんない黒のワンピースって。こちらの白い立ち襟のフリルのブラウスもなんかとても素材がいいので、白いブラウス1枚あると何かと便利だなと思って買いました。こちらはほとんどオーガニックコットン 99% で 1% だけポリウレタンが入っております。ね、これも可愛いんですよ。この黒のワンピースの中に着ても可愛かったです。ということで今日は黒の朝のリネンのワンピースを買ったというお話でした。これ1枚で着てもとっても可愛いんですよね。まあ朝となんだっけレーヨンも入ってるのでとっても不安がいいです。今週はこれを着てどこかお出かけしたいと思います。白い付け襟なんかも欲しいな、どっかで見つけてこようかな。では皆様、今日も見てくださいましてありがとうございます。それではまたねー。